木戸文家門は日本の芸術舞台演出家、評論家である、高知県中村生まれ、慶応義塾大学文学部卒、1956年文化財保護委員会、元国立劇場演出室長、同劇場を拠点に日本の儀礼音楽を芸術音楽に再構造化する音楽運動を展開。定年退職後は札幌大学、京都造形芸術大学教授として、 活躍の場をグローバルに拡大し、一層先鋭化した音楽、舞台芸術運動を演出家としても、国内外公演で展開してきた。その成果は数多くセンセーショナルな実績を残してきた。2005年創造する伝統実行委員会委員長就任。2011年以降は、すべての公職を離れて、日本文化が内包する美学を物質に可視化する運動を設立し、 新たな日本文化の息吹を吹き込んでいる。AB、若き古代日本文化再発見史論、木戸敏郎、春秋社。 二千六年 https コロンスラッシュスラッシュ www.arttowermito.or.jp スラッシュアーティクル二万個百十九 h t m l h t t p s コロンスラッシュスラッシュ www.santry.co.jp スラッシュ sfa スラッシュ music スラッシュ summer スラッシュスラッシュ p r o d u c e r h t tml-hathttps://maf.jp/archive43 ありがとうございます。